元キンプリヘイヤ耀仕神宮自由太イプ、ジップ。出演で新たなスタートへの期待高まる。近頃、芸能界において注目すべき動きが生じている。滝沢秀明氏が設立した新会社、株式会社飛べ、への合流を発表し、元キング・アンドプスのメンバーであるヘイヤ耀と神宮寺雄太が芸能活動を再開した。 7月10日、日本テレビ系の朝の情報番組、ZIP では彼らの新たな一歩が紹介され、ジャニーズファンの間で大きな騒ぎが巻き起こっている。この驚きの一幕は、元所属事務所であるジャニーズ事務所の俳優、風間俊介が月曜パーソナリティを務める、ZIP スタジオに平や仕様と神宮寺ゆうたが登場したことに端を発する。この出演を通じて、 彼らの新たな動向と再スタートへの意気込みが伝えられた。5月22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場した平野耀と神宮寺勇太。約1ヶ月半ばの沈黙を経て、彼らは7月7日夜にトベの公式 YouTube チャンネルで行われた生配信に登場した。 ここで再始動に際しての意気込みを語ったり、個人インスタグラムの解説やファンクラブの設立を報告したりするなど、新たな展開を披露した。生配信の終盤には、同じく飛ベへの所属が報じられた元 V6 宮家健も姿を見せ、和やかな雰囲気での会話が交わされた。7月10日の ZIP。 放送では午前6時台のショービズコーナーにおいて、平野市洋と神宮寺ゆたの新たな活動が取り上げられた。生配信の映像が流され、平野の挨拶の場面で風間俊介が微笑む場面も切り取られた。また、それぞれのコメントが放送される中で、風間は微笑みながらうなずくなど、彼らの新たな一歩を温かく見守っている様子が伝わった。この特集では、 平野が、こんばんは、平野潮です。と挨拶する場面や、神宮寺が、皆さんぜひ、引き続きよろしくお願いいたします。とコメントする場面がオンエアされた。また、元 V6 のメンバーである三宅健が登場するシーンも放送され、飛べの活動に期待が高まった。 この特集は6時35分から6時38分のたった3分間にわたり、生配信の映像とともに飛べに焦点を当てた内容となっていた。なお、ジップは過去に金プリが冠コーナーを担当しグループと番組の関係性が深いことでも知られている。彼らは18年4月から4年間、冠コーナーを務め、 その後も新曲の発売に合わせてスタジオで生パフォーマンスを披露するなど綿密な交流を築いてきた。このような形でジャニーズ事務所を辞めたメンバーが現役ジャニーズ俳優と共に番組に出演することは一風変わった光景である。これに関して SNS 上では風間くんとやめジャニが同じ画面に映った。 ジャニーズに対する忖度はなくなったのか、なぜ時代は変わった、ねといった声が見受けられる一方でジップ。ファミリーの温かさも伝わったしワイプの中で温かく見守る風間くんの顔を見て嬉しかったといった喜びの声も多く寄せられている。平野紫耀と神宮寺勇太の動向はファンや業界関係者にとって大いに注目されている。 また、彼らが SNS を活用してファンとの交流を深めていることも注目すべき点だ。彼らのインスタグラムのフォロワー数が186万人と296万人という数字は、彼らの人気と影響力を物語っている。その中でも、平野の一連のインスタストーリーズが話題となっている。彼がファンからの質問に対してユニークな返答をしている中で、 重症シートという質問に対して、後半曲名みたいに言うな。とのツッコミがあり、これに関連するファンの反応も注目を浴びた。 ファンの中には、これが彼の楽曲へのアプローチや自己アピールの一環とみなす向きもあるが、中には、ジャニーズを辞めたくせに未練たらたら、数ある質問の中から、金プリの楽曲絡みのものをわざわざ取り上げてださい、といった批判的な意見も見受けられる。平野紫洋と神宮寺勇太の今後の活動に対する期待は高まりを見せており、 滝沢市のもとでどのような新たな扉を開くのか多くの人々が興味を寄せている。